はい、こんにちは。ということで、皆さん画像を見ました？こんな感じで DM に、こういうのが作れるんですけど、動画にしませんかってことで、作れるってどういうことだ？ギャラクシースキンのなんか見たことないキャラだったり、オーラの裸みたいなね。まあ、こういうのが作れるって言ってる人が今 DM で来たんで、ちょっと実際に呼んで見せてもらおうかなと思います。ちょっと、今すごいことが起きてるんだけど、フレンド送って一緒にやるみたいになってるんだけど、なんか暴走し始めてですね。3時からやるって言ってたんですけど、なんかこの人がいきなり、ちょっと時間変更お願いしますって送ってきたんですよね。時間変更お願いしますから、なんか鬼練してきてね。大丈夫かなこの人。俺がね、返信できなかったのをいろいろ作業してて。で、その間に、まだですか？やらないんですか？怖いな。大丈夫かな。とりあえずね、呼びます。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYNN、すみません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。来た。招待してからね、今、10分ぐらい経ちました。何をしてるの君は、本当に。はい、ということで、やっと来たんですけど、スキンは、これ、普通のやつだな。あれ？ん？なんか写真で着てたやつに、ちょっと着替えたりはできるのかな？あ、なんか着替えたよ。けど、あれ？変わってないよ？また詐欺だわー。あー、やられました。いや、なんか怪しいと思ったんだよな、この電話。鬼電と鬼メッセージをしてきた時から、ちょっと怪しいなって思ってたんだけど、これまたやってるわ。詐欺られました。はい、ということで、一旦通話かけますわ。こんにちは。調子が悪い？どういうこと？調子が悪いってどういうこと？フォートナイトの調子が悪いってこと？もう詐欺ですか？もしかして。違いますよ。いや、なんか全然変わってないけど、とりあえず抹茶入らせて、怖いって。君と抹茶入んのは怖い。ちょっと一人で行って、なんか一緒に抹茶入った瞬間に、一緒に入った人、バンなんすよ。わら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 でしょ、これ絶対。危ないのよ、君は。なんか様子がおかしいから、さっきから。もうなんか画面共有をしてる。ちょ画面を映すか。待っといてください。オッケーオッケー、待っとく。君は何歳なの？ガキンチョです。ガキンチョなんだ。おお、なんだこれ、すごいギャラクシースキンみたいなの使ってるわ。ちょっと急いで俺のパーティーにちょっと。あれこれは、変わってんの？あれサンロンさんは見えません。見えないほんとだ、なんか君の画面だと、ギャラクシースキンになってるわ。やばい。じゃあこれは、自分限定ってこと？そういうこと。じゃあこれはギリ詐欺かな。ギリ騙した。なるほどね。オッケー。で、じゃあこれを、なんか作れるって言ってたよね。なんか他にも色々スキンあるんでしょ？なんか作る工程とかも見せてくれるらしい。今からガチ犯罪が行われます。この画面で。ちなみにこのギャラクシースキンのやつは君が作ったの？それともこれは元からあるやつ？あ、これ自分で作ったんだ、このスキン。すごいね。俺のね、動画によく出てるね、ビールさんっていう人がいるんだけど、ビールさんもね、こういうことするのよね、よく。それの新しいバージョンみたいな感じなんだな。これ、闇の現場です。うわー、なんかやばい！すごい変ないろんな文字が書かれてる。怖い。スキンをフォトナに導入するためのコード。これをフォートナイトに読み込ませて、新しいスキンを作ってるってこと？さっき見せたギャラクシースキンの中身がこれってこと？なるほどね。スキンの中身がこれなんだ。まあ、なんかソフトを開きましたわ。これが多分スキンを変えるソフトなんかな。読み込みました。なんかアンパンマン出てきたんだけど。何し、これアンパンマン。アンパンマンスキン？なんかよくわかんないけど、なんかやってるわ、いろいろと。画面共有おかしい？おかしくないよ、全然。もうなんか隠したか？もうなんか、あれ画面共有が、あれおかしいとか言ってなんか今隠したか？なるほどね、ここでスキンを変えますと。まあ正直この工程は俺見たことあるね。まあ前にね、なんかチャンピオンアックスとか、世界1位でもないのに使ってるキッズが、こんなことをしてたのよ。これでいけました。はい、この画面ね。あ、で、紫スカルとかレイダーとかピンクグールに変えれるってことよね。はい。まあでもここら辺はまあ普通のスキンだな。特に変わったものは、ないね。まあ、全部のスキンに変えれるみたいな。じゃあ今はなんか変なキャラクターにできるとかそういうのはもう全部運営がガチ切れして修正されてるんだ。あー、来た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 。で、これ今度は何に変わってんだこれ。俺の画面は狼になってる。はい、マッチ来ましたよー。俺も同じソフトを使えば見れるってことなんだろうけど、まあ、それはね、良くない。普通に。あー、はい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 。オーラの18金のやつね。俺が倒した場合どうなんのこれ。俺がキルしてみる。あー、ちゃんとスキンは変わらずにね。建築とかできる？めちゃくちゃラグいな、なんか君。え？セブンのフリー Wi-Fi でやってるもしかして。なるほどね。やっぱこういう風にちょっとフォートナイトがラグすぎて、建築とかも正常にできないから、こういうちょっとチート方向に走ってしまったんかな。じゃあちょっと作ってもらおう。作ってワクワクしよう。これ俺がなんか指定して作れるんでしょう。レイダーの顔でアイコニックの体とかいけんの？あ、いけるんだ。じゃあちょっとそれをお願いします。今ね、ちょっとワクワクさんにスキンを作ってもらってます、今。君がワクワクさんってことは、俺がゴロリなの。最悪なんだけど。あ、ここのコードを、まあ、今書き換えるんだな。あ、ボディとか書いてんな。多分これが体だ。で、下に、フェイスとか書いてあったから顔だ。こういう感じか、こっから選ぶのね。あ、じゃあ別に今選んでもいいのか、こっから。あ、じゃあスパイダーマン行くか。スパイダーマンの、体にしよう。こっから検索して、こっから体を探すわけね。フェイスアクセサリー、頭。あ、完成したっぽい。俺だけの限定スキンが完成したらしいです。来たよ。さあ、緊張の。あははなんだこいつ。はい、ということでね、今回私が作ったのはですね、スパイダーマンボビーということで、気持ち悪い。こいつやばいだろう、どう考えても。これやばいな。うわ、ちょっと他のスキンも作りたいな。ちょっとあと1個ぐらいいけないかな。もう見つけちゃったわ。もう見つけました。そいつです。いや、ちょっとその化け物行くか、左の。はい、来た来た。フォートナイトは正常に起動できなかったため、終了する必要。あれ？これは、ワンサルだ。ただのバグだってわらわらっつってもう焦ってます。多分今泣きながら打ってるわ、俺ディスコード。はいはい、来ました来ました。さあ、完成品がこちらです。あれあんなんだ、あれこれ、どうなってるこれは。一回ロビー戻ろうか。これどうなってんだ、やっぱ後ろ向きじゃねえ。まだ分かってない。どうなってるこれ。あれなんか顔なしのキャラクターが出てきたんだけど、これは完全にバグっちゃってますね。運営さんがね、今ブチ切れて、こういうのをね、ちょっと修正しようとしてるから、早くね、運営さんこの方をバンしてください。いろいろとね、一緒にスキンを作って楽しみましたけど、一生運営さんの味方です。この方の ID がこちらになるので、バンしてください。やばいやばい。俺が狙われる。最後に一言。なんか言いたいことがあるのか？みんなもこのようにスキンを作って遊んでみてね。バイバイ。バン済み。ちょっと何言ってるかわかんないな。